大井接近は、松本清張の長編推理小説。週刊朝日1971年8月6日号から1972年4月21日号に、黒の図説第9話として連載され、1972年7月に公文社から刊行された。1975年にテレビドラマ化された。旧日本軍における、招集、軍隊生活や、 終戦後の闇市の様子を交えつつ、戦争で家族を失った者の悲しみと完全犯罪、計画を描く推理長編。敗戦前後の約7年間を時代背景とし、戦中戦後の混乱を懸命に生き抜きながら、招集の人選が恣意的だったのではないかと疑い犯人を追う主人公を描く。30代で招集された聖長自身が招集時に聞いた。 市役所平時係の反動を回すという軍隊用語をきっかけに着想した作品で作者の経験が色濃く反映されている。1944年33歳の色半画校の山尾真嗣のもとに突然召集令状が来た。身体検査に赴き、仕事が忙しく教育教練にあまり出席していなかったことを話すと、 在京軍人の一人から反動を回されたなと言われる。桜第57連隊第6中隊第2班に入隊後、指摘制裁にあった補充兵が同じ言葉をつぶやくのを聞いた山尾は、その意味が仕返し払いせ懲らしめであると気づき、中年の自分が招集され、朝鮮半島に送られたのは、強連に欠席勝ちだったことへの嫌がらせからだったのではないかと思い始める。しかし、 山尾にそのような意志を働かせた者は具体的には誰なのか。軍隊生活を送りながら山尾は密かに調査を開始する。手段を尽くした探索の末犯人を突き止めたと思った山尾。やがて終戦を迎える。帰国すると家族は原爆で全滅していた。終戦直前の東京や三一、山尾真次神んだ商船長在住の自営色版画校。 妻と三人の子に加え、老いた両親を扶養する。山尾良子山尾の妻。人付き合いがうまく、近所から好かれている。山尾栄太郎山尾の父。広島に重廷の大地がいる。白石町内の酒屋。教育訓練の助教で、予備陸軍補長。安川哲次山尾と同じ藩内の万年一等兵。招集兵いじめを鬱石の裁け口にしている。 山崎秀夫山尾と同じ班の銀行員。優等性的な振る舞い。森田達山基地ーム室内の軍医。法医学の本を所有する。細い上等兵で、富山市役所の林院。川島佐一郎山尾の住む地域の区役所の兵士、係長。妻は小学校の教員。与田基十郎雑誌、真実会編集長。御在所竹。 松本成長シリーズ同位接近のタイトルで1975年10月18日20時から21時10分に NHK 土曜ドラマ第1回として放映された視聴率15.7%プラハ国際テレビ祭金賞受賞作品第30回芸術祭優秀賞受賞作品ありがとうございます